とりあえず基本的に1、2週間前にやってるマーメイドステークスと、近20年で比較してみた。マーメイドステークス、領収7回、やや重2回、重1回宝塚記念、領収1回、やや重7回、重2回、思ったより違った。時期早めたの本当に英断だと思う。阪神2200のレコードでそうだなとは思う。開催2週目と最近の高速ババカ的に逮捕の宝塚レコード更新されるの遠くなさそう。しばらく出ないと思ったのに、あの時も2週目だけど荒れたババだったし。タイトルホルダーがレコード出した時も開催2週目だっけ。ババが荒れて内回りながら差しも決まりやすい宝塚が割と好きだった身としては、正直残念ではある。もともと NHK マイルカップや秋華賞ができる前の1995年までの日程だと、天皇賞春と宝塚記念の間隔が2025年の間隔と同じだから、30年ぶりに元に戻るという感じになるんだな。冬を避けるという意味では大賛成だな。JRA はオモババ校舎差別をやめろ。でもババ重いと結局ダメージ残るし。梅雨もだけどその間芝使い込むことも考えたら芝状態も結構違うしな。こうなるとやっぱり前有利の傾向になっていくのかね、こうして形態的には。メリット。ババが綺麗かつ量になりやすい。夏休み入る前に走ってくれる馬が増えるかもしれない。デメリット。ハルテンやドバイからの感覚が詰まって調整は厳しくなる。上に伴って参戦する有力馬が減るかもしれない。この辺増えるか減るかは来年見てみないとわからんな。正直もし前有利馬場かつ別路線不参加気味になるなら本当に大阪杯と変わらんレースになってしまうし。両馬場になりやすいなら馬の疲れは重馬場より少なくなるし、開催が早まれば夏の放牧期間も長くなるんで感覚詰まるのはデメリットにはならんで。有力馬は現時点でも回避してるし。回避してねえじゃん。昨年の優勝馬はドバイ組だし、今年の優勝馬はハルテン組だぞ。大阪杯、宝塚もハルテン、宝塚も結構見るけど大阪杯、ハルテンやる馬となるとずっと少ないし、個人的にはハルテンも前倒しにしてほしいなとは思う。春子馬三冠はまあ、なかったことにしよう。日経賞や阪神大賞典組が死ぬじゃねえか。そこら辺の前哨戦はいい感じに調整してもろて。ただ大阪杯、宝塚の中距離路線がより固まりそうなだけに長距離路線もどうにかしてほしいんだよね。ハルテン、宝塚の煽りで日経賞半台動かすと今度は有馬、前哨戦、ハルテンの感覚がヤバくなるな。長距離だから1レースの消耗もでかいだろうし。重馬場は適正の範疇なのにって言ってる人 X でも見るけど、もう気象がおかしくなってんのよ今の日本は。実を言うと梅雨期間の降水量は別に増えてるわけではないので、雨量の規模は関係ないんだ。ドバイから中5週？そこがどうなるかな。まあ JRA 的にも天候悪いと馬券売り上げ下がりやすいんで、 G1 はできるだけ両馬場でやりたいだろうしな。このマーメイドステークスも来年から府中牝馬ステークスに変わるんだよな。データがややこしくなるな。まあ馬場が渋るのはそれも競馬だから別にいいけど、問題は気温かな。灼熱炎天下で走れるかはさすがに競馬ではないのではみたいな。もしハルテンドバイ両方から来なくなるとしたらきついな。ここ5年のうち4回の勝ち馬が前走そのどっちかに出てるし、全員来なくなるわけないから、ほぼ大阪杯みたいな感じにはならないでしょ。いや大阪杯に集まってくれるのが一番なんだけどね。続戦したい馬がハルテン来なくなって大阪杯とドバイに集中する可能性はある。あとハルテンぶっつけの馬も増えそう。ドバイ、宝塚が現実的に無理ポになって、ドバイ1回で春を終わらすくらいなら大阪杯、宝塚でよくね。と海外志向から国内の中距離路線へと馬を奪う JRA の戦略だぞ。適当。ドバイ組の帰国後の検疫後からの宝塚期間短縮とハルテン組の長距離レース後のダメージ回復の期間短縮、両方ともきついと思うが甘く考えすぎじゃね。ドバイ、宝塚はドバイ、安田ローテがある以上さほど問題はないかな。ハルテン組がどうなるか、最終週じゃなくなるのが一番いい。はためから見ても荒れてるしな。レース感覚より荒れた馬場で足のダメージ増える方が怖い。まあ感覚詰めてドバイ行かせにくくするのは JRA 的にはありかもね。輸送の負担もドバイ行くよりははるかに少ないだろうし、雨も気温も少しマシになるだろうし、春三冠無理だな。もともとやってるほとんど馬いないが、今の時期になったのが1996からで活躍した3歳馬の失踪が狙いだったみたいだけど、数えられるくらいしかいなかったからっていうのもあるのかね。春子馬三冠と3歳馬はもはや実情に合ってないし、切り捨てるにはちょうどいいタイミングなのかもね。まあどうしても春子馬三冠やドバイ行きたい陣営は頑張ってもろてでもいい気はする。それか全部を前倒しにすれば感覚は変わらないけども。阪神大賞典は日経賞、
春天、宝塚記念の黄金ローテがもう見られなくなりそうで悲しいな。菊花賞馬が春天無視して大阪杯と宝塚だけ出る時代もそろそろやってきそうだな。3歳馬の参戦を諦める代わりに国書と馬場コンディションの改善、まあ春天組は厳しくなるけど大阪杯組や牝馬にとっては朗報じゃないかね。まあそもそも今の日程でもドバイ帰りの宝塚なんて勝てなくて当たり前の世界やし、言うほど陣営の選択が変わるとは思えんな。むしろ重馬場や気温を嫌って回避してるイメージが強い。回復してないからっていうより重馬場走らせて故障したらの方が大きい印象ある。春天から宝塚って1ヶ月間隔になるの？回復に当てられるの2週間しかなくなるやん。2週間前から時計出し始めるし。5月4日、6月15日なので42日後、桜花賞、オークスや皐月賞、ダービーと同じ感覚。ぶっちゃけ一番煽り食らうの春天だろうなと。中距離馬が使う意味がほとんどなくなったから中距離だとスピード足りない馬ばっかりになりそう。ましてもし春天、宝塚記念やるなら今後は日経賞や阪神大賞典も使いたくないだろうから。この2レースのレベルも下がりそうだし、ますます春天のメンバーレベルに響く。春天は完全に菊花賞馬がほぼただもらいで G1 勝利数稼ぐか長距離の越年が G1 馬の称号をもらうためだけのレースになる。ドバイ組が来るか来ないかはぶっちゃけあんま変わらんと思うんで、中距離組が明確に集まりやすそうって意味だと宝塚のレベルは上がるんじゃね。25年はホープフルの後に有馬記念なんだよな、ずっとそうしてくれメンス。有馬を12月28日に固定すればよいのか。でもほとんどの年が日曜に開催できなくなるのは売り上げに響くか。平日に有馬なんかやったら付近の住民からクレームの嵐だと思う。ただでさえ主要4条の中では一番アクセスなんだし、一番影響あるのはポツンと残された目黒記念、定期メンツ揃わずに数年後には G3 降格もあるんじゃないの。宝塚の前哨戦は新潟大賞典に移りそうね。目黒とグレード入れ替えるか。新潟に念願の G2 が誕生することになるし、ええな。新潟大賞典はハンデ G3 だからどうだろう。日程繰り上げたエプソムカップも前哨戦としては微妙かな。レース感覚言い出したら秋コバは何なんだよって話ではある。7週間連続で G1 があるようになるのは楽しみ。現状でも前哨戦として機能してるかというと、たまによくいたビクトリアマイルや安田から来るのがいなくなるな。ホープフル土曜日開催はありがたい。毎年仕事納めの日にぶち込まれるから、その時間だけ大掃除サボる必要があったんや。日本って両馬場になりがちだから、やや思い以上になる今の時期好きなんだけどな。秋入ったら雨降る機会一気に減るし。タイトルホルダーは大阪杯行ってれば春小馬3冠取れたと思うがな、最大のチャンスだった。21年日経賞のパフォーマンス見たら無理だろ、あの時期はまだ状態が整ってなかった。目黒記念は100メートル短縮すれば強化版メトロポリタンステークスにできそうだけど、2400メートル重賞少なすぎて短縮して欲しさある。2400メートルの小馬重賞って日経新春杯と京都大賞典ぐらいか。3歳限定なら青馬賞と神戸新聞杯があるけど確かに少ないかも。大丈夫大丈夫、令和3が気を利かせて梅雨入りを6月頭にするから道割る宝塚は続くよ。むしろ梅雨が遅く、短く、集中的に降るようになってるんだよな。中長距離路線の有力どころは宝塚出走まで視野に入れてぶっつけで春天とかも増えそうだな。まあ中も週明なら全然気にしないってとこも割といそうではあるが、むしろ開催の早い段階でやる分これまでより先行力重視になりそうな方が大きいか。阪神の鬼のタイトルホルダーに阪神3連続の春小馬3冠は今思えば最高の条件だったな。まあエフフォーリアがあんなことになるとは当時は誰も思わんから結果論だが、逮捕は見えて輸送苦手族だし阪神3冠やったから信じづらいとは思うが、まあ正直春天、宝塚の流れが長距離から殴り込んでいく流れとして綺麗なんで、それが少し辛くなるのは残念。年末の有馬があるなら年始の G1 があってもいいと思うんですよ。有馬からの連戦はまあ、はい。例年なら2000の大阪杯よりは長距離の方がって、春天出て宝塚来てた2200から2400くらいがベストくらいの中距離馬が春天でなくなって、余計に春天菊花賞馬と長距離一面だけのレース化が加速しそうなのがな。ステイヤーだと思ってたら春天と宝塚両方構想しましたって馬もそれなりにいておもろしろかったし、その分ドバイで薄くなりがちだった大阪杯にメンバー集まりそうではあるけど、そもそも春天は大阪杯が G1 になった時点でステイヤーしか来なくなってきてるから今更かん。昔は距離適正微妙でもちょっと無理して G1 だし行こうかなになってたけど、そっち行かずに大阪杯行けばいいんだから。
ドバイ、安田ローテがある時点で宝塚行くからドバイ行きたかったけど大阪杯にしますってのはあまりなさそう。もともと体質弱いと分かっているならあるかもしれないが、ただ思ったよりドバイ後に体調戻らないので宝塚行くのやめますって陣営は増えると思う。ドバイ、宝塚ローテ組はどうなるかわからないとしてハルテン、宝塚ローテをする馬にとってはきつくなった感じはする。特に関東所属だと外球使わないとコンディション整えられない可能性が上がる気がする。